ね、繋がってるということで。はい。なんでしょう、指原さんがね、コートジボワール料理が大好きだということで。いやいや、なんで指原さんにちなんで、コートジボワール料理で、ね、カラバッシュっていうお店と、中継が繋いでるみたいです。もしもし。あ、盛り上がってる。何の拍手でしょう。はい、こんにちは。はい、こんにちは。浜松町駅の近くにあります西アフリカ料理レストランカラバッシュというお店にやってまいりました。はい、こちら都内で唯一そのコートジボワールをはじめとした西アフリカ料理が食べられるお店だということです、ね。西アフリカ料理。そうなんですよ、まあ、階段を降りまして地下1階にあるんですけれども、はい、扉を開けますとそこはアフリカの雰囲気で土のお家のイメージなんですね。黄土色の土壁にこうオレンジのライトの光がこうあったかい感じがして、そのライトは傘がね氷炭なんですよ、はい、でカラバッシュっていうのは氷炭っていう意味なんだそうですよ。カラバッシュは氷炭の飾り付けがたくさん、はい、たくさんしてあるようなところなんですけれども、広いお店の中には4、50人の方が集まっていただきまして、うん、今拍手してくださいましたけれども、はい、一生懸命ここで日本を応援しておりました。皆さん残念でしたね。え、そうなの？という声が。ひろたさん。そうなんですよ。あのね、はいはい。ひろたみゆきさん、日本、はいはい、指原を応援してんじゃなくて日本を応援したんですか？指原さんのことも皆さん応援してますよ。あ、よかった。ですよね。よかった。そうですね。今日はね、AKB 特番ですからね。ライブビューイング、はい、そうです。AKB をね、総選挙振り返ってますからね。はい、当然のことなんですけども、はい。日本も何かされてて、日本の応援もされてたと、皆さんが。そうなんです。両方応援してました、皆さん。で、こちらね、さすがに、カラバッシュというだけあって、うん、コートジボワール料理というだけあって、はい、まあ、コートジボワールを応援する方もたくさんいらっしゃるんだろうなと思いきや、うんうん、やっぱりサムライブルーの方がほとんどなんですね。あ、そうなんだ。じゃあ、オレンジ着てる人あんまいないんですか？そう、オレンジ着てる人が今私の横にいらっしゃるんですけれども、はい、なんと、コートジボワール人の方なんです。へぇー。おめでとうございます。ありがとうございます。女性の方で。お名前は？あ、そうですよ。お名前は？グラディスと申します。グラディスさん。グラディスさん、こちらのお店で働いてらっしゃるんですよね。あ、はい、そうですよね。今日どうでしたか、試合。あ、ちょっと、日本負けちゃったんですけど、うん、まあ、コートジボワール勝って嬉しいですよね。うん、なるほどね。グラディスさんは、マユユファンですね。ドロップバーですよね。はいはい。やっぱりドロップバーさんが好きだということでね、うん、本当に良かったですね。これからまた ね。うん、頑張ります。はい。はい、そしてね、日本人の方もね、はい、オレンジのシャツを着てらっしゃる方お一人いらっしゃるんでちょっと話を伺いましょう、はいはい、日本人の方なのになぜ。いや、すいません皆さん、アフリカが好きなんです。だから私のことは嫌いになってもアフリカのことは嫌いにならないでくださいってことですよね。嫌いにならないでください。ありがとうございます。絡めてもらってわざわざ東京のことじゃないんですよね。そうですね、神戸から、まあ、この試合のためにこの店に。え、関西の方には応援しようと思ってたら青くてびっくりしたって感じで。そうです、肩が狭いですよね。関西の方にはコートジボワール料理のお店とかないんですか？探したんですけどなかったんですね。あ、そうなんだ。じゃあわざわざ東京に、はい、ここまで来ちゃったと。そうですね、はい。ちなみに最初アウェイな感じで、はい、その男性の推し面は誰なんですか？コートジボワールの代表の中で推し面やっぱりドログバーと。やっぱり一番可愛いですよね。うん、ヤヤトゥーズさんの、ユニフォームを着てらっしゃるんです。19番ヤヤトゥーズスタイルいいですもんね。可愛、うん、いですね、ドログバね。ねえ、まずは今日じゃ気持ちよく帰れますね、神戸に。すみません、気持ちよく帰らせていただきます、うん、そうですね。ただ新幹線なんかどんよりしてると思いますけどね、今日。うんね、他のスタジオはね、うん、小さくなって帰ります。いやいや、でもすごい。心はウキウキ。でも熱狂的ですね、わざわざ東京のね、その、うん、アフリカ料理のお店まで来るっていうのはね。そうですね、まあ、一緒にもっと応援する人いるかなと思ったんで。いなかったんだ。はい。そしたらサプライブ一色だったというわけでね。でもお二人ぐらいいらっしゃいましたね。はい。二人はいました。だから、やっぱ青い服着てる人たちはやっぱコートジボワールの料理を食っちゃうみたいなことなんでしょうね。そうそうそう、そういう意味なんですけど、そうなんですよね。そうなんですよ。食っちゃおう。でもまあこれからね、皆さんぜひともね、日本もいい成績で次の試合に向けてこれから頑張ってまた応援していきましょうね。なんか寂しいな。ということで次の試合に向けて応援で盛り上がっております。こちら、西アフリカ料理レストランカラバッシュからお送りしました。はい、すいません、広田美幸さん、ありがとうございました。
いやーすごいですね。まさかそのコートジボワールの店にまで青い服を着た人たちがいるっていうことでね、うん、熱烈なんですね。すごいですね。ね、今日はねまたいろんなところから中継をつなげていきたいと思います。